生田末神八社とは、兵庫県神戸市の生田神社を囲むように、点在している末神八社のことである。近年は、港神戸守護神役除け八社とも呼ばれ、数字の順に巡ることを八め巡りといい、薬除けになるとされている。この八社の並び方については、現在は、相当ずれているが、北斗七世に似ているのではという説がある。また、近代以後の移転前の位置において、 おおむね、東から西に数字が大きくなるが、例外として、二宮は、旧生田川を挟んだ東側に、七宮は、旧港川を挟んだ西側に位置する。生田神社を、現在の新神戸駅の北側の裏山にあたる、砂山から水害を逃れるために抱えてきて、現地ん座地で、足が止まったというとねしちだは、北都七世を示している、可能性もある。また、砂山は、 現在も、崩れることなく健在に見える。祀られているのは、日本神話のアマテラスとスサノオの制約の段で生まれた、三女神語拝みとされているが、七宮神社のみ、全く関係のない祭神となっている。さらに、カツツニシシネイのは、どこにも祀られていない。なお、2月3日が縁日となっている。神戸市が発足するまでは、二宮のみ旧うないに、他の七社は、 九八部群の地域であった。また、神戸市中央区となる以前は、二宮が九吹屋区、七宮を除く六社は九育宅の区域であった。ありがとうございます。